お願いします。全然中華街っぽくないですけどね、この背景ね、はい、逆は中華街ですもん、本当に。ということで、今回中華街に来ておりまして、はい、まあ、というのですね、今回ですね、聖地巡礼中華街編、新企画、はい、ということでございます。はい、ありがとうございます。はい、いよいよ聖地巡礼出動ですね、こしさん。そうですね、はい、トタンボーイズとしてストーンさんがね、行かれた場所に行きたいという、はい、そういう企画になっておりまして、まあ、まずはね、はい、我らが横浜、はいはい、に来ておりますと。さすがにこっからとかそういうところに行きたかったけど、ペイがいない中で行くのはちょっとね、かわいそうだなっていうところもありました。はい、なので今日ね、動画でね、行っていたところに我々行こうかなと思っておりまして、はい、はい、たくさん食べて、はい、ぜひ巡礼しちゃおうよという、同じ味を食べちゃおうよと、はい、そういうことでございます。ということで、強風がちょっとすごいんでね、はい、もう早速行きたいなと思います。ちょっと音拾ってたらすいません。はい、すいません。はい、じゃあ早速行きますか。行きましょう。はい、聖地巡礼スタート。そうですね、噂の。はい、到着しました。はい、ちょっと頼もうと思うんですけど、全部頼んだら破壊的に終わるということで、ちょっと厳選しない。2人ですからね。うん、さすがにね、食べ放題だったらいろいろ食べるわけですね。でも単品でストーンさん食べてね、うん、まあ、メニューがあったら食べ放題でもいいと。うん、そうしよう。ちょっと検討しております。はい、頼んでいくと。はい、頼んでいく。あれ、コシさん、それは頼んでないですけど、ストーンさん。あれ、うわ、ありがとうございます。何頼んだんですか、これ最初は。ビールです。あれ、なんかただただたしなんでます。中華たしなんでます。まあやっぱりクラゲでしょうよね。クラゲだね、やっぱりクラゲでしょうよね。敵なく1 ちょっと麻婆豆腐ですね。はい、これジュリーが頼んだっけ、確か。そうね、クラゲよね。クラゲでしょうよね。どうなの、クラゲとか食ったことないんだけど、食べたことある。うん、どうすか、ホクティが好きなクラゲの味は。うん、パリパリしよう、ポリポリしよう。うまそう。いいっすね。これはジュリー君が頼んでいた麻婆豆腐。辛そうだけどね。みんな辛いの大丈夫なの？手間通りで。ジュリーさん、いただきます。はい。もう結構辛いぞ。うまい。じゃあ俺大丈夫だな。なんだ？これペイ無理だ。出ました、パジで。うん。途切れた感じ。辛い。あと引いてんじゃん。カレー。ちょっとラーメンいただきます。めっちゃうまそうだよ。うまっ。ラーメン最高。ラーメン最高。追加で餃子なんか頼んだったりして。関係なくなってるからね。意外といけますね、量的には。今クラゲとフカヒレ食って、そこからストタンボーイズオリジナルですか。あとでまだ黒チャーハンとか来るからね。でラストメニューですね。はい、これコーチくんの牛肉チャーハン、牛肉チャーハンと関東焼きそば、焼きそば慎太郎くん食べてたやつを、うん、頼んでます。豆苗は、コーチが食べてます。これ食べてここは終了。杏仁豆腐とごまプリン2つずつ食べました。食べ過ぎです。はい、ありがとうございます。堪能してます。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ほぼメニュー食べれたんじゃないでしょうか。食べれた。続いてはいろいろ買いましょう。そうですね、お土産屋買いにあれだからね、お土産買ったり、そうそうそう、ぶらり旅、差し入れの旅ですから。はい、これはもうペイ君がいないということなんです。そう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 、ペイ君の差し入れ買いたいと思います。はい、はい、です。着きましたけれども、はい、無理です。多すぎますわ、この人。やばいよね。やばい。まあ多分ぼやけててね、モザイクというか分かると思うけど、うん、ここさ人気すぎてさ、うん、並びすぎる。やばい、もう6、7列ぐらい並んでるから買えない普通に。まあ言うてもさ、小籠包は俺ら食ってるからね。そうね、過去の動画見てくださいけど俺らの早食いやってますからね。早食いやってるから常に聖地巡礼されてたと。はい、なんでなしということで
一旦こう食うのはね、うん、ちょっとチャーシューメロンパン一応行ってみよう。はい、行ってみますか。次ははい、行ってみます、はい、これですね、チャーシューメロンパン、メロンパン、おすすめの。これもさ、言うてもさ、行ってしまうとさ、うん、行ってしまうと俺らペイ買ってきてくれたんだよね、うん、はい、先ほどのところで買ってきました。チャーシューメロンパン買ってきました。ありがとうございます。これですよ。これですよね。食べたことない人多いと思うよ、多分ね。あ、そっか。中華街じゃないとさ。あ、そうだね。多分ないんじゃない？ないね。これは。あとはペイ君の一応エッグタルト差し入れ。これあのグラリ旅差し入れっていうことだったので、うん、我々も差し入れ買わなきゃいけない。そうだね。後ほどペイ君の方に行きます。はい。ただ税収しても多いし。中華街はうんち来ちゃダメですね。ダメですね、これは。平日夕方っす。はい。湯川民からしてね。はい。ますけど。はい。これは土日は大変です。はい。買いっぱだけ食べましょう。腹いっぱい。出来たてですから。うわ、いい匂いだわ。ふわふわだよ。めっちゃサクサクじゃん。はい、いただきます。すげえいいね。すごい。うん、うまい。このね、チャーシュー中に入ってるんだよね。甘じょっぱい。俺らなんかの動画で一回食ったよね。ペイが差し入れ持ってきてくれて。うん、中華街のやつだね。そうだ、あいつだけ見ちゃった。そうそうそう、中華街 の、 あのブラリ旅ストンさんの見て、それでペイが持ってきてくれたのか、うん、これ食ってますからね、中華街って。うん、そのと皆さんごちそうさま。はい、激アツだぞ。うん、うお、なるほど。言ってからちょっとない。風が良いです。おはようございます。おはようございます。さあ、ということで、はい、届きました。全部終わりました。はい、差し入れも買ってね、ちょっとこれから僕届けに行きますわ。あ、ほんと。うん、帰宅待機してるみたいな、ペイ君は。はい、まあ、ということで、今回いろんなとこ回れましたけども、はい、楽しかったですね。楽しかったです。はい、まあ、人多かったけどね、やっぱ同じものを食べれるっていう、いいね、いいよね。それはもうありがたい。クラゲとかね。うん、フカヒレとかね。はいはい、この旅で、あんまり僕はフカヒレとクラゲを好きじゃないってことを気づきました。まあ、ということで今回は行きましたけど、本当に楽しかったなということで、はい、また次ね、違う場所にも、そうだね、はい、プレイさんも一緒に攻めたいね。はい、行きたいなと思いますので、ぜひ、はいはい、この動画良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは私から動画でお会いしましょう。ツンツンなんて言うの、ツンツンなんて言うの、頑張りましょう。ありがとう。じゃあ、それで私のチャンネル、ありがとうございます。少しさんも最後でした。はい、やめろ。